大量のガム。お疲れ様です。私のミニカー集めの原点はやっぱマイストとマジョレとジャンクスタイルです。そう、小さい時にはね、やっぱトミカなんかもね、買ってもらって遊んでた記憶はあるんですけど、大人になってこんなミニカー買うのってやっぱ子供が生まれてね、ドミカなんかを買ってたんですけど、やっぱスーパーにね、マジョレットがあって、それを買ったりとか、あとダイソーに行くとマイスト。まあその時はね、内装があるやつだったんですけど、売ってて、まあそれを集めてたっていう感じですね。安いじゃんってね。まあ、当時はマジョレットの方がドミカよりね、全然安かったりし、買いやすいなっていう感じだったんですけど、今ちょっと手に入れづらいですね。はい、で、ずらっと今並べてるんですけど、この間、トイザラスに行った時に 20% オフのセールをやってて、たまにありますよね。で、ゴールデンウィーク期間中だから5月8日8日まではね、やってるはずなんで、皆さんもね、気になるものがあったら行ってみてはいかがですかね。で、私調子こいて、19台買ってますね。前回18台とかなんか言ってたんですけど、1台数え間違えてて19台買ってますね。で、ちょっと高いやつも買ってますけど、これね、ちょっと何のシリーズかなんて言ってたらちょっと時間がかかるんで、適当にね、もう、向いて紹介したいと思います。だから、マジョレット19台1機紹介ですよ。まあ、購入のね、参考になればなと思いますし、新しめのものもあるけど、古いものもあるんで、まあね、トイザラス残ってるところもあると思うんでね、購入の参考になればと思います。高いラインのやつからいきましょうか。これ、なんだっけ、マッドグロスエディションとかいうやつ買いそびれてたんでね、っていうか高かったからね。なんだっけ、メルセデス G500 らしいです。はい、なんかね、綺麗っすよね。私マッド系の塗装好きなんで、このシリーズ結構好きだけど、高いからね、なんせセールなんかじゃないと買えないっすね。これも散々ね、マジョレットで出し尽くされてるキャストになりますね。でコルベットですね。これもマットグロスですね。綺麗ですね。最近出てないような気がするけど、マットグロス。やめちゃったのかな。私結構好きですけどね。あ、そうそう、これ。いつもびっくりするの。取れるんですよね、すぐ。これね、ここ。接着剤で止めた方がいいかもね。カパって穴に突っ込んでるだけですからね。これもちょっと前のか。これも懐かしい気がしますね。でも昔の方とは違うよね、絶対。あ、リッキーって書いてある、そっちの金型か。なるほど。ね。これ割と最近のやつか。ですね。塗装いいですね。なんだっけ、これ。わかんないんですよね。三菱 XRPHEV バージョングランツーリスモだって、はい、らしいです。あ、本当だ。グランツーリスモになってますね。これはあんま人気ないのかな？売れ残ってましたね。あ、でもかっこいいっすね。なんだろう。GTR 一強でしたね。で、オペルコルサですね。あ、これ。いいね、マット塗装になってて。なんでもマットだと、艶消しだとね、いいぐらい思ってますからね。こんな感じで。あ、そっか、なんだろう、このクリアパーツの部分に印刷されてますね。結構綺麗に入ってるし。いいね。なんだろう、あ、この価格帯っていうか、まあ、1000円以下のね、31サイズのミニカーでは、こういうの珍しいというか、なかなかないですよね。で、安めのラインっていうか、まあ、ベーシック的なものからいきましょうね。はい。カマロですね。バンブルビーカマロは何台あってもいいよと。はい。でかいな、これな。これ、まあ、中古屋さんとかで、ね、あんなんだ、ルースでこんなぶら下がってる定番ではありますけどね。これもカマロね。こっちの方が新しいんでしたっけ？確かね。なんか、ちょっと形状が違うよとかいう。コメントで教えていただいた気がします。これも塗装色がかっこ悪いですね。なんだろう、なんでここ白にしたのかな。黒だったら全然イメージ違いますよね。あれ、
なんだろう、え、何?2 台いきます。アウディ A1 ですね。これ別々のシリーズだけど同車種があったんでですね。ホイール一緒か。このホイールも、え、いつだっけ、7、8年前に出たのかな。出た時、おお、やるじゃんって思ったんですけどね。今あんまり見ないですね、このホイール。なんかグリングリになってるやつ。なんか、あれだね、なんだろう。マジョレットってやっぱヨーロッパ系の車を、大衆車も含めて、まあ、いや、アウディ高いけどね、大衆車含めてね、出してくれるっていうのが、やっぱ魅力の一つでしたよね。最近あんま出なくもないか。どっちがいいですか。私、緑が好みかな。ルーフの色違うし。レベントンですね。紫って趣味が悪い色ですね、また。しかも発色もあんまり良くなくて、なんだろう、マジョレットらしい色ですね。まあ、塗装なんか細かいところ、結構たくさんあるんですけど、悪くないですけどね。割とトミカのレベントンとかと似てるんですよね。まあ、同じようになっちゃうのかな。多分ね、映像だと紫って出しにくいというか出にくい色なんですけど、結構な紫ですね。で、ガヤルドですね。これも、まあ、悪くないけど、普通かな。ラインがいいですね、この。うん、あ、これいいか、あ、いや、いいかもね。白ラインで、ゴールド、ここ縁がありの、リアに向かってはここ黒も追加されて、割といいかもっすね。ただこれだとこうサイドにも何か欲しかったっすかな。うん、贅沢だね。まあ布も細かいし、ただよくこう横に飾る方、まあ飾る方というかコレクションケースなんかあるじゃないですか。魅力の半分も伝わんないね。ここを見たいっすね。オペルコルサですね。あ、さっきのこれと一緒か。ですね。型は一緒ですね。こっちがレーシング仕様になってるのか。でもやっぱりなんだろう。こういったのが、なんて言ったらいいのかな。ヨーロッパの車が普通な感じで出てるのがいいっすよね。だから昔話ばっかして、年寄り臭い。あ、これはギミックなしかどこもわかんない。そう、トミカよりも随分安かったんですよ。300円ちょいぐらいかなって売ってたんですよね。で、なんだっけ、タイの洪水って覚えてらっしゃいます？あの時に結構供給が止まって、でその後復活したけど、ちょっと経って値上げって感じでしたね。トミカよりもちょっと後ぐらいに値上げになったのかな。で、また今ちょっと値上げされてて、トミカより高いですよね。トミカの実売が今、いくらぐらいだろう。定価ベースじゃなくて、まあ350円ぐらいと思うんですけど、まあマジョレットはどんなに安くても399円、400円ぐらいですよね、大体。で、トイズラスに至っては500円ぐらいですよね、多分。まあ2割引きで買えたからよかった、ガシャって。よかったけどね。で、ゴルフの GTI ですね。やっぱ。いや、どうだろう、私がそういうの選んだのかもしれないですけど、やっぱヨーロッパ系の車種が多いからいいよね。よいしょ、硬いな。硬っ。こんな感じ。よいしょ。この貨幣ギミックについては、なんだろう、トミカより上かなと思ってるんですけど、これも顔がいいね。ヘッドライトがクリアパーツだと得した気持ちになりますね。ラインがいいよな。やっぱここをライン入れるんだったら、これもね、サイドライン欲しかったっすよね。うん、普通にいいっすよね、普通に。もうちょっと安ければね、しつこいね。これも2つ同時見よっか。ダスターね。はい、ダスターです。これも結構使ってってますよね、この方。結構前に出ましたね。いろんなバリエーションがあると思うんですけど、こっちはちょっとレーシーな感じで、マットブラックの塗装、マットブラックの塗装がね、ありがたいっちゃありがたいけど、なんか似合ってるかって言ったら、普通にノーマルなこっちの感じの方が
いいかな。あ、これはあれかさ、割と最近のやつかな。こっちはね。感じで。あ、シャーシが違うね。これ、店員のやつがついてるやつ。こっちはついてないですね。そうだ、知ってる方いらっしゃったら教えていただきたいんですけど、これ、なんだろう、3インチサイズの、マジョレットの3インチサイズの、なんだろう、200番シリーズって言ってたんですよね。これ、レフ版って言って。200番台になってると思うんですけど、今でもね、225A ですね。昔から連番にはなってるんですけど、この A とか B とかがもうぐちゃぐちゃになってますね、近年。で、200番台って言ってたんですけど、300番台 ?400 番台だっけ?ロングの方。ほんと見かけないんですけど、日本に入ってきてないだけなんですかね。それとも、今作ってないんですかね。だから、200番台は、スーパーでも結構安かったんですけど、ロングの方はちょっと高かったんですよね。倍以上したと思うんですけど、私集めてたんですけどね。なんだっけ、ほらサーカスのやつ、パインデール、ずっと私パインダーって読んでたんですけど、フランス語だからパインデールらしいですね、のシリーズなんて結構集めてたんですけどね。まあ手放して1台もないんですけど今あれまた欲しいよなとか思ってるんですけど、なかなかね、綺麗なものがないっていうか、マジョレットってやっぱ食玩扱いだから、子供が遊んじゃってボロボロのやつが多いんですよね。ルースでもラングラーのルビコンですね。この色も微妙ですね。これも結構出てるよね。まあ決して悪くなる。え、スケールはどうなってるのか。結構でかいよね。スケール書いてある。60分の1だって多分適当ですね。まあ悪くないですけど。そう、マジョレットの特徴で、ちょっと厚塗りなんですよね。まあ、薄塗りすぎて剥げるよりはいいけどね。これも割と出来がいいですよね、キャストの。で、フォード GT。これなんか、すげえダッサいな。しかもちょっとちっちゃいしな。え?スケールは ?63 分の1だって。あ、じゃあ64分の1だともっとちっちゃいってこと?まあ、マジョレットもね、スケールは当てになんないですからね。これはね、どうだろう。他社さんの方が出来がいいかな。でもこのカラーリングで出してくれるのがいいですよね。さっきのなんだろう。紫系統でも全然色が違いますね。ちょっとこっちの方が青っぽいかな。これもド紫って感じ。絵の具の紫をそのまま出したような色っすけど。でもここはクリアパーツなんてのはいいかな。トヨタカローラアルティスですね。な感じで。普通かな。これシリーズ名言わないって言ってたんですけど、確か日本車セレクションの最初のやつかな。感じ。でも顔はいいね。顔がいい感じ。ハウメにいい顔。わかる?こんな感じで。あ、でもこの発色綺麗ですね。だからなんだろう。ホットイールとかトミカでもそうなんですけど、たまにこんな発色がいいやつがいますよね。この間の、なんだっけ、ウィリーもそうだけど、なんだろうな。極端に発色がいいやつがいるんですけど、なんだろう、塗料の関係かな。塗料の関係なんでしょうね。わかんないけど。で、ハイラックスのレボですね。これもかなり出てますね、バリエーションも。私、このシルバー持ってなかったと思ったんで買ったんですけど、持ってなかったよね、多分。わかんなくな、出しすぎね、同じ車種で。まあ、そうでもない。ホットイールほどじゃないけど、ホットイールって割とほらナンバー打たれてたり今年のやつとかってわかるじゃないですか。これ持ってたっけなーってなっちゃうんですよね、どうしても。わあ、最近のなんだろう、これ系はマジョレット秀逸ですよね。このピックアップトラックとかトラック系っていうかね、作らせたら素晴らしいですよね。割と大きいし。これスケールは、58分の1だって。だからもともとちょっと大きめのやつを大きく作ってくれてるのかな。
トイザラスのね、ゴールデンウィーク期間中の 20% オフで買ってきたマジョレットをね、大量に見てったわけなんですが、いかがでしたでしょうか。まあ、たまにはマジョレットもいいっすよね。そうだ、この辺、この辺のやつの、まだ、買い足そうと思ってますし、代理購入いただいたものもあるんでね、受け取り次第、動画にしたいと思います。で、これ、その前の、1個前のやつも、スーパーで結構買ってきたんですけど、もうほんとね、動画の順番がぐちゃぐちゃになってて、撮影までやってるんです。やってるんですけど、公開してないっていうね。なので、近日中にまた、これ系、なんだ、背景が紫のやつ、あれを紹介したいと思いますのでね、チャンネル登録してお待ちください。マジョレットどうですかね。やっぱ皆さんつまみ食い程度ですかね。感じかな。やっぱ、どうだろう、なんだろう、永遠のこう愛人ポジション、ちょっと言い方悪いセクハラ的な感じになるけど、トミカとかホットビールみたいにこう制裁になれない感じなんですよね。でもやっぱたまにはちょっとね、違う、なんだろう、愛人的な感じで買っちゃうし、眺めてますよね、はい、表現正しいかな、ちょっと不適切だったらごめんなさい、はい、という感じで、ミニカーね、いろいろ紹介しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとコメントもね、何かしらいただけると非常に嬉しいです、はい、じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。